なくともしろ。数年越しの伏線回収？同僚選手へのパワーハラスメント疑惑が報道されたプロ野球東北楽天ゴールデンイーグルスの安楽智弘投手をめぐり、安楽投手が2014年の入団時に残した決意のコメントが X で再注目されている。安楽投手をめぐっては2023年11月25日、複数メディアが若手ら同僚選手へのパワハラ疑惑を報じた。複数の選手が安楽投手から受けたハラスメント行為を球団に訴えていたという。安楽投手の契約更改交渉は無期限延期とされていることも複数メディアで報道された。SNS では、2014年10月の入団時に安楽投手が残した決意のコメントが9年越しに再注目を集めている。安楽投手は14年のドラフト会議で楽天が1位指名で交渉権を獲得していた。球団の当時の投稿には、楽天のキャップをかぶりはにかんだ学生服型の安楽投手の写真に、日本で誰も手がつけられないような投手になりたいと語ってくれました。本日、済美高等学校の安楽智弘選手に指名のご挨拶に行ってまいりましたとのコメントが添えられていた。パワハラ疑惑が報じられた23年11月25日以降、日本で誰も手がつけられないような投手になりたいとする決意が皮肉な形で現在の疑惑と重なるとして、引用、リポストなどの反応が相次いでいる。違う意味のヤバい方で手がつけられなくなってて草。間違いではないな。数年越しの伏線回収か。日本で誰も手がつけられないような投手。悪い意味で手がつけられない投手になりましたね。9年後、ある意味誰も手がつけられない投手になるとは。川原やる野球選手の顔の系統が似てて怖い、笑い。報道が事実だとしたら永久追放でよい。人格壊れてます。日本プロ野球界からは永久追放だな。やってることは犯罪です。プロ失格。三流ピッチャー、いらない。海外にまで晒されて、ある意味日本の野球の恥さらし。